アルバトロスよ。観光列車、アメツチに乗車せよ。鳥取ほうき大山編。今日は観光列車アメツチに乗車するため、鳥取駅に来ています。おはようございます。アルバトロスです。アメツチに関しては、おいおい説明します。アメツチ号は、全車グリーン車指定席です。ご乗車の際には、乗車券の他にグリーン券が必要となります。アメツチはどんな車両でしょうか。早速見てみましょう。車両の横に立派なエンブレムがあります。電池と書いてアメツチと読みます。顔を見てみましょう。回送列車のキハ187系機動車もかっこいいですが、アメツチのコンペキのカラーもいいですね。顔はこんな感じです。車両の横と同じエンブレムがついています。上は別の形です。アメツチはキロ47系機動車です。え？キハじゃないの？キハとキロの違いは後でゆっくり説明しましょう。でも今の誰の声？ほっといて話を進めましょう。アメツチに乗りましょう。1号車です。鳥取の祝い釜で焼かれた洗面台です。2号車に入ります。2号車には物販カウンターがあります。日本海が見える左側の席が良かったんですが、あいにく山側の席です。3日前に予約したので仕方ありません。発車の笛が鳴りました。いよいよアメツチが鳥取駅を発車します。2番乗り場に9時8分発スーパーオキ3号が止まっています。アメツチはこのスーパーオキにすぐ追い抜かされます。JR 関係者の方々が手を振ってくださっています。なんだか嬉しくなりますね。アメツチは2018年に運行を開始した臨時快速の観光列車です。主に週末に運行されているので臨時列車の扱いになっています。アメツチは鳥取と出雲市間を1往復しています。使われている車両はキハ47型の機動車をアメツチ用に改造したものです。アメツチは全席グリーン席なのでキハではなくキロになっています。キハ、キロに関しては後ほど。本日は観光列車アメツチにご乗車いただきましてありがとうございます。これからアメツチの名の通り天と地の巡りに進行できると皆様をご案内します。もうすぐ五島総合車両所鳥取支所の横を通ります。五島総合車両所は JR 西日本の車両基地及び車両工場です。本所は鳥取県の米子にあります。以前ご紹介した境線の富士見町駅か五島駅が最寄り駅です。そう、ゲゲゲの鬼太郎の妖怪が出没する境線です。五島の名前は山陰の鉄道に大きく貢献した五島海五郎さんから来ています。鳥取の他に出雲にも支所があります。いろんな列車がありますが電車は一つもありません。全部機動車です。まもなく列車待ち合わせのため止まります。9時15分の移動は今少々お待ちください。
山オフレールステーションの横を通っています。オフレールステーションは鉄道コンテナ取扱基地ですが、コンテナ輸送に鉄道を使わないものを言います。輸送は貨物列車ではなくトラックを使います。アメ土は観光列車なので、五島総合車両所、鳥取支所も小山オフレールステーションもアナウンスがありませんでした。あるわけないでしょう。こんなことに興味があるのはあなたくらいよ。誰？今、ここ小山駅で特急の通過を待っていました。なかなか来ないので油断しました。キハ、キロの件、説明してくれるの？あなた、誰？誰でもいいの。早く説明して。わかったわ。キハ、キロの木は機動車の木、いわゆるディーゼルカーのこと。キハ、キロのハトロはイロハのロとイロハの葉のこと。ロは2等車で、ハは3等車。イはないの？イは1等車だけど、今はほとんどないの。目の前に湖が見えます。失礼、池です。小山池と言います。池と称する湖沼の中で最大です。北海道の洞爺湖や静岡県の浜名湖とほぼ同じ大きさです。池で最大の島、青島には橋が架けられていて、島内でキャンプなども楽しめます。島内には桜の木が500本ほどあり、春にはお花見客でにぎわうようです。今、ここ小山池を通り過ぎてすぐにある末常駅で、アメ土は運転停車をしています。対向の特急列車の待ち合わせです。あっという間でした。アメ土は運転停車した末常駅を発車し、次の運転停車駅泊まりを目指します。アメ土は特急ではなく、現在単線区間を走行中なので、とにかく運転停車が多いです。今、ここアメ土は泊まり駅で対向列車を待っています。どうやら上り普通列車が来るようです。トンネルから列車が出てきました。一両編成の可愛い列車です。実は快速鳥取ライナーでした。山陰海岸ジオパークのラッピング列車のようです。ジオパークは一種の自然公園のようなもので、山陰海岸ジオパークは京都、兵庫、鳥取の海岸にまたがるエリアだそうです。対向列車が到着すると、アメ土の運転士さんはすぐに出発します。今まで何度か停車しましたが、正式な停車駅には一度も停車していません。倉吉駅が一つ目の正式な停車駅です。トンネルの上に見えるのは国道9号で、その先に山陰自動車道の泊東郷インターチェンジがあります。この山陰自動車道のおかげで山陰の交通は便利になりましたが、山陰本線は苦戦を強いられています。アメ土はポイントをいくつかまたぎ本線に入ります。線路は右にカーブし、トンネルに入ります。トンネルはレンガ造りなので、山陰本線が開通した1905年当時のものでしょう。
今度は左にカーブしています。今ここ倉吉白壁土蔵群はこんな感じの街並みです。すべての特急が停車する主要駅で京都行きの特急スーパーハクトの一部も乗り入れています。倉吉線鉄道記念館が近隣にあり、蒸気機関車が展示されています。亀土は倉吉駅を発車しました。そろそろ車掌さんが車内改札、いわゆる検察に来られる頃です。切符に車内改札員を押してくださるはずです。最近は車内改札員を押すのを省略したり、そもそも車内改札しないことも多いですよね。車掌さんに車内改札員を押してもらいました。見えにくいので拡大しましょう。なぜグリーン券が2枚あるの？それは JR 西日本の予約サイト E ご予約で、鳥取から出雲市のグリーン券を通しで買えなかったからよ。米子で分けて2枚の切符を買ったの。でも同じ席だった。意味が分かんない。乗り鉄さんはめんどくさいことするのね。この子はほっといて話を続けます。グリーン券が2枚あったので、1枚には普通の車内改札員、もう1枚には雨土専用の車内改札員をもらいました。2枚あってラッキー。またおみくじも引かせてもらいました。おみくじといっても大吉とかは書いてありません。下に空欄があり、雨土特製スタンプが押せます。ちなみにおみくじが置いてあったのは石州瓦仕様のタイルです。アルバトロス旅行チャンネル。今ここ雨土が次に運転停車したのは由良駅です。別名湖南駅と言います。名探偵コナンの作者である青山剛昌先生の出身は由良駅が所在する鳥取県北栄町なので、この愛称が付けられました。湖南駅の駅名標もあります。駅舎入り口にもコナンがいます。またコナンのラッピング列車も実際に運行されています。今ここ雨土は先ほどの由良駅の隣の浦安駅で運転停車しています。特にコメントはありません。コメントがないならわざわざ紹介しなくていいんじゃないの？運転停車したから一応紹介したの。一般人に運転停車は関係ないわ。そうね。でもあなた誰？ジェイよ。今度から勝手に出演するのでよろしく。浦安駅を出発した後、物販カウンターでコーヒーを買いました。そして白バラコーヒープリンも。物販カウンターでは山陰の地酒もたくさん販売しています。今ここ雨土は御厨駅で運転停車しています。御厨駅の駅舎は1902年の開通当時のものです。山陰地方最古の駅舎で登録有形文化財です。2020年東海道本線にできた御厨駅とは異なります。列車から見るとこんな感じです。駅名標の写真を撮ったのですが、後ろに変わった車両が写っていました。
オーストリアのプラスター&トイラー社製のマルチプルタイタンパー、通称マルタイです。列車が線路を走るとどうしても線路に歪みが生じます。それを修正するのがマルタイです。珍しい車両を見れてよかったです。マルタイなんか誰も興味ないし。身も蓋もないことを。今ここアメツチの社内では時々浜田真理子さん作詞作曲のアメツチのテーマが流れますが、大人の事情で別の曲を流します。ここまであまり日本海が見えませんでしたが、ここから見えるようになりました。彼方に島根半島が見えます。鳥取県のだいぶ西に来ています。あと20分ほどで米子に着きますが、その前に運転停車があるはずです。もうすぐ中国地方の最高峰1729メートルの大山が見られると思います。大山に関しては後ほど車掌さんから案内があります。車掌さんが大山の案内をされます。お聞きください。放送の最後の部分は聞き取れませんでした。大山は日本百名山や日本百景にも選定されていて、鳥取県のシンボルの一つと言えます。今ここアメツチは伯耆大山駅に到着します。伯耆大山駅は先ほど見た大山の別名伯耆大山にちなんでいます。この駅は岡山方面から来る伯備線が乗り入れています。電車の特急やくもは岡山駅から伯備線を通り出雲市駅方面に向かいます。つまりこの駅から先は電客間です。これも運転停車です。伯耆大山駅にしばらく停車しましたが、面白い列車を見ました。湖南駅で見られなかった湖南列車がいました。今回の動画ではアメツチ乗車の前編をお送りしました。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。以上、アルバトロスと J でした。この動画の続きは次の動画でお楽しみください。当チャンネルでは主に旅や鉄道に関する動画を公開しています。当チャンネルがお気に召しましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。 For your information, there is an English version of the same video, so please check the description page and watch it. それでは次の動画でまたお会いしましょう。